せーの。よっしゃ、すごいさ、オッケー。簡単でしょよーし、こんな感じでね、こっちが、外面の方をね、ある程度削ってきました。よっしゃ、これでね、まあ、多分、すべて丸く収まったんじゃないかな。多分ね。よーし、あ、いいね、いいね。さっきよりね、手前に出るようになったね。よーし、じゃあ、一旦これで、タペットプレートの前後調整といったところは、まあ問題ないのかな。OK です。よし。じゃあ、今回ね、まあ、メカボがもう完全自作メカボになっちゃって、こうノズルの状態はね、よくわかんないので、一旦メカボを、仮で止めます。で、その後、ノズルの先端が、パッキンとね、ちゃんと、くっついて気密が保ててるかどうかっていうね、確認を念のためにしておこうと思います。一旦ね、ちょっと仮で、止めますね、ここ。よし。ではね、一旦仮でね、メカボを閉じてみました。まあ今ね、スプリングもはめたので、こんな風にね、ノズルが出てきてますと。じゃあ、ここで、このチャンバーをこう入れます。で、こうなった時に、反対側ね、こっちの出口側から息を吹き込んで、ここから漏れるかどうかっていうね、ちょっとチェックをしてみようと思います。よし、じゃあね。ほい、せーの。あ、しまった。ピストンが動いて。そりゃそうだよね。失礼しました。ピストン止めとかないと。おー、完璧。いいね。もう完全に閉じてるよ、ここ。うん。いいね、いいね。だからさ、ちょっとここを動かすと、ね、こんな感じで。よーっしゃー、完璧だね。いい感じじゃん。よーし、じゃあね、このメカボ、あとは、タペットプレートのね、DSG のね、ちょっと加工を、やっていきましょう。よし、じゃあね、順を追ってね、やっていきましょう。じゃあ、まず、セクターがね、こう回りますと。で、ここで接触。はい。じゃあ、ここで、なんだっけ。タペットプレートが、引き始まります。はい。こんな感じで、でん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 と。はい。で、ここに来て、ここに来てって言ってるのはここね。はい。で、ピストンとセクターが接触して、一緒に引かれていきます。はい、こんな感じ。でん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 と。はい、で、このまま引いて引いて引いてっていくと、よっこらしょっと。はい、ここでね、保持器官ってやつに入りますね。ちょうどここの、出っ張ってるとこ、ここがちょっと坂道になって、ここがね、楕円状になってますと。ここの入り口、ここがね、保持器官になってますと。はい。じゃあ、この保持器官の間は、ピストンだけが引かれて、タペットプレートは保持ってやつですね。はい。じゃあ、このまま回していきましょう。はい。タペットプレート保持、保持、保持。はい。そろそろね、ここで考えなきゃいけませんと。じゃあ、どこでここをバシッと切ってタペットプレートを戻してあげるかってことをね、この段階で考えなきゃいけないんですけど、この保持期間の途中でぶった切るのか、保持期間が完全に終了した後でぶった切るのか、このね、2つのパターンがありますと。うん。まあ、これはね、やっぱり、まあ、球団能力にも比例するし、あとはこのタペットプレートがどれぐらいの速度で戻るか、あと、このピストンがどこまで引かれた状態で戻したいかっていう話にもよります。なので、もうちょっとだけね、引いて様子を見てみましょう。はい。こう行きますと、僕はね、ここで目安になるんですけど、上にほら、今刃が2枚残ってるでしょ。僕はね、だいたいこう上に刃が3枚ぐらい、こんな感じ、うん、残った状態でスパーンって戻ってもらうことを僕は理想としてます。はい。まあ、これがね、例えば、今、その理想と言ってるのは、だいたいね、このピストンが、僕は、この上にね、刃が何枚あるかっていうところで、いつもね、検討します。で、ここの上に刃が例えば今ね、今4枚残ってるでしょ。この4枚の状態で戻すケースは、だいたい秒間45を超えるときは、だいたいこの上に刃が4枚ぐらいのとき。で、今回はおそらく秒間40、ちょいぐらいかな、一手はね。そんぐらいを考えてるので、もうちょっとね、遅くしてもいいかなと思います。なので、上に刃が3枚ないし2枚。これ今2枚でしょ。ちょうど反射してみやすいけどね。この2枚ぐらいでいいかな。まあ、3枚ぐらいが、まあ、いや、2枚だな。2枚ぐらいでいっとこうか。じゃあ、この2枚でいくと、じゃあ今度こっちに視点を移すと、どの辺でカットすれば、この上に刃が2枚残った状態でターペットプレートが戻ってくれるかってことを、見ながらカットする必要がありますと。なので、だいたいこの辺だね。よし。という風にね、目安をつけて、このターペットプレートをね、ガツーンと、カットしていきましょう。おいえい。この辺だったね。せーの。よっしゃー。はい。こんな感じでカットしました。はい。DSG 必須カットでございますね。はい。よっしゃね。これで、搭載してみて、どれぐらいでね、ターペットプレートが戻ってくれるかっていうのをね、様子を見ていきましょう。じゃあ、また最初から。よし。じゃあね、もう一回スタートいきます。はい。じゃあ、ここで、ターペットプレートが引き始まります。で、ここでピストンとぶつかって、ピストンが引かれていきます。で、どんどんいって、よいしょ。で、ターペットプレートが、はい。ここでターペットプレートが引き切りました。で、保持期間に入ります。で、ピストンだけは引かれ続けます。はい。じゃあ、この辺まで来ましたね。はい。で、ここかな？ここでピストンがリリース、まだもうちょいだね。もうちょいだな。ここか。ここでピストンがリリースされますと。ちょっとね、2枚、残り1枚ぐらいになっちゃってるから、もうちょっと切った方がいいね。OK？ まあ、こんな感じでね、少しずつね、切り進めていけば、まあ、やっちゃったっていうね、ならないんで。まあ、多めに最初は切って、で、少しずつね、削って対応していくか、まあ、少しこうやってね、少しずつ切り進めていくかのどっちかでいいと思います。よいしょ！ OK！ よっしゃ。まあ、これでね、また、ターペットプレートがもっと早く戻る位置に来てます。よし、じゃあちょっともう一回、ほんのちょっとだけ戻して、はい。ここが保持期間ね。はい。じゃあもう一回、セクターギアを回します。で、入ってきます。で、ちょうどこのポッチ注目ね。で、このポッチが、もうここ OK か。もうここでほら、もうリリースポイントでしょ？今ちょうど上に1枚半ぐらいだね。で、こいつがリリースポイントを迎えました。あとは、ピストンが引かれていって戻るだけですと。もうちょっと早く戻ってほしいな。そう。なぜかっていうと、なんでね、そんなとここだわってるかっていうと、まあ最近ね、ちょっとこの辺の解説、ちょっとね、サボってたんで、再度ね、共有のためにお話をしておくと、できるだけね、ピストンより先に、ターペットプレートが戻っててほしいわけよ。ところが、あんまりこのギリチョンのところで、ターペットプレートを戻してあげると、ターペットプレートが戻りきる前にピストンが戻っちゃうっていうね、戻り始めちゃうっていう現象が、まあ、起きちゃうわけですね。まあ、それで何が起きるかっていうと、例えば、ターペットプレートがね、例えばこの辺に来て、この終わるギリギリのところ、要はここがね、チャンバーとの中で、閉塞されてない状態でピストンがニュニュって戻り始めちゃうと、もうチャンバーの中にここから空気がブシューって漏れるわけですよ。そうすると異常な初速低下とかね、まあそういうことになっちゃうので、ここのバランスが非常に重要です、DSG では。はい。まあそんな感じです。まあちょっともう一回ね、見て、ちょっと、ターペットプレートが戻るスピードがなんかちょっと遅いように感じたので、もう一回だけ見て、どこで戻るかっていうのを見て、うん、やっぱちょっと遅いね、これだとね。うん、やっぱ上にちょっと2枚ぐらい欲しいから、タペットプレートでもうちょっと囲いますね。まあこんな感じでね、少しずつやっていくといいでしょう。タペットプレートが、セクターギア上何枚になったところで戻るか。ここで戻りポイントだね。今ちょうど、2枚半だね。うん。これぐらいあればね、結構余裕だね。これでポーンって戻ってもらえれば、まだ引いてって、これぐらいのね、余裕があるので、それぐらいの時間があれば、秒間45ぐらいまでは、これは、もう、これ戻り切ってくれるので、うん。で、その後、ピストンが、スターンと戻るわけですね。はい。まあ、こんな感じでございますと。はい。じゃあ、以上ね、とりあえず一旦は、これで問題ないかなと思うので、あとはね、ちょっとトリガーの取り付けの方をね、次やっていきましょう。よっしゃね、次はね、トリガーの取り付けいきます。はい。で、今回ね、結局、まあ、一からね、メカボが、完全自作になっちゃったので、このメカボ用にね、使えるバージョン2用のトリガーを見つけてきました。はい。それはこれのトリガー。以前にね、これの赤色を、室内最強 ARP、先行の ARP9。はい。このプロジェクトで使いました。はい。その時は赤だったんだけども、今回、まあ、この色ね、全色一応揃えていて、うん。まあ、結構ね、引いた感じもすごく良くて、しかもここはほら、雷っぽくてかっこいいでしょ。まあ、ただね、ちょっと今回のコンセプトとはね、合わない。じゃあなんで青にしたんだと思うでしょ。ストックチューブをね、が重いから変えるって話してたでしょ。でね、選んだ、今在庫あんのね、これと赤と紫なのよ。で、紫は使う予定あって、で、赤のトリガーがね、なんかね、なかったのね。ちょうどいいやつが。そう、だからね、ストックチューブをね、ちょっと青にする必要があって、まあ、デザートカラーに青ってね、ちょっと合うかどうかわかんないんだけど、うん、まあ、このストックにね、変えるだけでもかなりのね、軽量化が狙えるので、まあ、それに合わせてね、これちょっと青いトリガーをチョイスしました。まあ、合うかどうかね、まあ、やってみてからも楽しみです。はい。よし、というわけで、じゃあね、この青いトリガーをね、取り付けていきましょう。もう、このトリガーあれだね、国内で見るようになったね。うん、僕は確かね、これ最初にアリで見つけたの、1年ぐらい前かな、ちょうどね。うん。で、アリで見つけて、で、まあ、僕は最初アリで見つけた時はまだ国内にはなかったんだけど、うん、もう今ね、Amazon とかで普通に買えるみたいなんで、うん、まあ、アリを利用しない方はね、Amazon で買ってみてはいかがでしょうか。結構おすすめですよ。うん、まあ、1点だけなんてあるんだけどね。まあ、それをちょっとこれからね、やっていこうと思います。はい。まあ、その難点はすぐ見えてくるんだけど、じゃあね、こんな感じで乗っかりますと。で、はい。じゃあね、早速難点を言います。今はね、まっすぐ立ってるでしょ。でこういうストレートトリガーってさ、まっすぐ立ってほしくない。うん、立っててほしくない。そう。ところがね、これ、バネ入れるとこうなんのよ。ほら、ちょっとだけ斜めになるのね。これがね、ムカつくのよ。そう。だから僕はね、これが斜めになることをちょっと許容してないので、まあ、ちょっとトリガーにね、加工を入れる予定です。あ、ちょっと待ってね。意外と大丈夫かもしれない。そう、これね、メカボによるんでね、うん、必ずしも全部が斜めになるわけじゃない。まあ、大抵斜めになるね。あ、ほら、ちょっとだけ斜めでしょ。これがムカつくんよ。まっすぐ、ね、ストレートトリガーだからまっすぐ立っててほしいので、これ。そう、これほんのちょっとがね、私に気に入らないんです。はい。というわけで、ちょっとね、トリガーに加工をね、まずは入れていこうと思います。はい。まあ、どんな加工をしていくかというと、このトリガーのこっち側、ここに穴開けて、ネジを突っ込んで、まあ、自由にね、このトリガーの高さを変えてあげるっていう手法を取ってみようと思います。よし、じゃあね、やっていきましょう。まあ、方法としては単純です。はい。ドリルで穴開けるだけです。そう。まあ、これね、自分が持ってる、ちっちゃいネジのね、コレクションがあって、コレクションっていうほどのコレクションじゃないんだけど、まあ、こういうのを持ってますと。はい。で、こいつのね、ネジにあった、まあ、要は、確か直径2かな。そう、2のやつがね、はまるように、これも確か、これってただね、ただの2じゃなくて、1.8 とかじゃなかったっけな、確か。そうね、1.8 だね。うん。いや、ちょっと小さめにしてますと。よし、じゃあこれをね、ちょっとぶち込んでいきましょう。おいえ。まあね、気をつけてやんないとね、指に風穴開くんで気をつけましょう。よっしゃ、こんな感じ。おいえ。おー、いい感じやね。うわし。あ、ちなみにね、わざわざ穴開けなくても、ここにね、なんか、瞬間接着剤かなんかで、プラスチックの板を1枚2枚貼り付けるって手もあるんでね。はい。このやり方ね、結構めんどくさいんで、あんまおすすめしないです。はい。穴開けてる最中に思い出して。え？何ですか？よーしゃー、開いた、オッケー。はい、こんな感じで穴開きました。はい、まあさっきも言ったようにね、皆さんは多分ここにプラスチックの板を貼った方がいいと思います。じゃあなんで貼んねえのかよって話なんだけど、そう、自由帳にしたいわけ。そう、自由にね、調整したいんですよ。そう、だからね、プラスチックの板貼るのあんま好きじゃなくて、うん。で、もう一つ理由は、プラスチックの板って振動で外れるんですよ、いつか。そうそうそう。だからね、あんまりそのなんか瞬間接着剤的な、まあ、瞬間接着剤というか、接着剤的な止め方がね、ちょっとあんま僕好きじゃないので、なので、いつも僕はね、こういうやり方を踏襲してます。よっしゃ、こんな感じでね、まあ、あとネジ穴勝手に掘られていくんで、こういう感じでね、ぎゅう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 入れていけば、貫通していい感じの高さのところで調整が可能になりました。よっこいし、よっこいしょ、よっこいし、ほいっと、おっしゃ、いい感じになってきた、ほら、いいね、簡単でしょ？簡単じゃないって、すいません。よっしゃ、これでね、ちょっとトリガーの位置出しをしてみましょう。お、なんかもうちょうどまっすぐになってね、これ。よし、ちょっと見てみようか。どうだい？おー、ほら、まっすぐになったよ。ほら、直角でしょ、ここ。いいね、いいね。よし、OK。じゃあ、これでね、トリガーの、直角対策、はい。は終了でございますと。よし、じゃあ、次は、トリガーにね、バネを、つけたいんですが、その前に、トリガーにね、センサーをつけなきゃいけませんと。そう、今回ね、ペルン V2 オプティカルについてあんまりちょっと、触れてなかったんで、これからね、ちょっとペルン V2 オプティカルについてお話をしていこうと思います。ペルン V2 オプティカル。まあ、詳しくは僕、あ、いやけどな、前に僕がやった時の動画、そんなにね、なんだっけ、解説をしてなかった。まあ、初めて使ったんでね。うん。今回じゃあ、改めてね、ちょっと解説のをしようと思うんですけど、ペルン V2 オプティカル。ペルン V2、ハイブリッド。そう。このペルン V2 ハイブリッドはなんでハイブリッドって名前なのか。そう。なぜハイブリッドっていうかというと、光センサーと磁気センサー両方使ってるからハイブリッドって名前なんですね。そう。ペルン V2 は何回かちょっと間違えて言っちゃったけど、ペルン V2 オプティカルっていうね、モデルがあって、そのオプティカルって何かっていうと、要は、T238 バージョン 1.7 とか、バージョン 1.1 とか、あの辺と同じ、要は、このトリガーの位置を、光センサーを使って位置検出をしてますと。そう。ペルン V2 オプティカルやね。そう。で、そのタイプだとね、重大な欠点があるんですよ。そう。横からね、太陽の光とか入ると暴走すんだよ。危ないでしょ。まあ、それはね、確か以前、動画でちょっと、紹介したので、まあ、それ、詳しくはね、まあ、これを見てほしいんですけど、そう、まあ、こんな感じ、まあ、そういう感じでね、そう、勝手にね、暴走するっていう事件が起きるんですよ。そう。それをね、対策するには、なんかこの辺になんか変な、なんか、なんか、日よけみたいなの入れたりとか、ここを塞いであげたりとか、なんかいろいろね、対策あるみたいなんだけど、それでもやっぱりね、ほんのちょっとした隙間から光が入ってくるとね、やっぱ暴走するのよ。うん、完全にね、暴走しないっていうわけではないので、対策をしてもね。で、それに、着目した、ペルンさんはね、ここを磁気センサーにしちゃえばいいじゃんっていう感じで、今回というか、このペルン V2 ハイブリッド、リリースされたの何年前だっけ？そんな前じゃないよね、確か。2年以内だよ。うん。に、できた製品でございますと。はい。だから最新っすよ、最新。